5月5日の端午の節句で飾る鎧兜などの五月人形。古くから男の子の身を守り健康に成長する象徴として飾られてきましたが、そこに今変化が起きています。今年発売されたこちらの五月人形なんですが、従来のものとは違って鮮やかなカラー展開となっています。今までの勇ましいイメージを払拭するパステルカラーが印象的なこちらの兜、5色展開されていて、緑はすくすく成長してほしい、青は大きく羽ばたいてほしいなど、それぞれの色に合わせた願いが込められています。近年ですね、推し活という言葉を耳にすると思うんですけれども、キャラクターであったりアイドルを応援したり愛するっていうようなあの活動をですね、この端午の節句五月人形でも取り入れたらなと思って展開いたしました。また近年の傾向として住宅のインテリアにマッチするような白や木目を基調としたコンパクトな五月人形も売れ筋になっているといいます。びっくりしました。やっぱりね、近代的な大きいのしか知らないから、すごいコンパクトだなと思って。あれ、さらに先日結婚を発表したあの人で話題になったものも今年注目されています。大谷選手がホームランを打った後にパフォーマンスとして被っていたような着用兜がですね、こちらになるんですけれども、とっても人気でございます。お子様が成長した時にですね、かぶれるような重さサイズになっておりますので、そのかぶり心地は実際にかぶってみると、意外と軽くて子供でもかぶれるような重さとなっています。大谷選手がホームランを打った後にかぶとパフォーマンスをするようになってから、着用かぶとの問い合わせが増加、売り切れる商品もあったといえます。男の子の健やかな成長を願う五月人形、時代に合わせてさまざまな変化を遂げています。